山に夕闇が迫る。子供たちよ、ほらもう夜が背中まで来ている。小屋には薪が用意してある。よく乾いたもの、湿り気のあるもの、太いもの、細いもの、よく選んで上手に火を焚きなさい。人間は火を焚く動物だった。だから火を焚くことができればそれでも人間なんだ。火を焚きなさい。人間の原初の火を焚きなさい。心残りの遊びをやめて、火を焚きなさい。大昔の心に帰り。自分の価値を見失ってしまったとき、きっと思い出すだろう。夜に包まれてオレンジ色の炎を見つめた日々のこと。心残りの遊びをやめて、火を焚きなさい。大昔の心に帰り。昔の心に帰り。ありがとう。